皆さんこんにちは、カチョク TV のティナです。今日は新しい家に引っ越します。イエーイ。私のお部屋はもうカーテンがなくなっちゃいましたね。やばい声が。これとこれね、もう大変だな。これ全部車、あのワントーンのトラック借りて全部入るんかな。ちゃんとどう思いますかね、皆さん入るんかな。入らなかったらやばいです。じゃじゃじゃん、これを持っていきますよ。大変ですわ。これはタブラに洋服をやらないと無理んじゃないかなと思うんですね。やっぱりですね、トラックには全部物が入りきれないんですので、二往復しないといけないことになりました。トラックがちっちゃくて可愛いんですよ。こんな感じで私の服とかいろいろ家具とか入ってますね。あれ、トラックなんか可愛いな。中身はめっちゃ可愛い。これ思ったよね、なんかめちゃめちゃ超ちっちゃい。あれ、あ、お金を払ってたね、運転手さんは。行きますか。せーの、行きますよ。あれ、出たんだ。これ、あれ、カメラの時間、お金をもらった。600円もして20分くらいしか乗ったら。この都会の駐車場は、東京の駐車場はこんなもんですね。で、この軽トラってこんなちっちゃいと思わなかった。中が、なんか、おもちゃみたい、全部。かわいい。じゃあもう、行きますよ。楽しみです。後ろは大丈夫かどうかわからないです。音はすごい。ガシャガシャって。なんか途中で落とすかもしれない。やばいよね。やばい。道間違えた。間違えちゃった。どこ行こうかな。こっちから家来たことないと分からんな。やばい、迷子になるもんじゃん。ならんて。でこのさ、あー迷子、すごい。これ何が、もうクリップ現象がないわ、重くて。クリップ現象って何？あ、免許持ってないで分からんな。分からない、クリップ現象。何それ、クリープ現象。クリーピー現象。クリーピー、クリーピー、なるほどね。一時停止しました。コーヒーブレイク。今回はローソンのコーヒーを飲んでいます。セブンイレブンじゃない。とりあえず着きました。これからこれを新しい家に運びます。お、これはいいですね。こんなことができるのが素晴らしい。一応物を、一往復のやつここに入れましたね。これからは二往復目行きたいと思いまーす。じゃあもう全部荷物は出しました。こんな家で私は2年間住んでた。今空っぽになりました。すごいわ、エコーも聞こえる。なんかちょっと寂しいなと思う。空っぽ、空っぽは。もうすごく疲れちゃって、お腹空いて眠くて。うどん食べに来ました。イエーイ。肉うどん。ありがとうございます。
カレーか。ちくわいなり。いなりも。いらっしゃいませ。テンパルとか。一品完成客。めちゃいっぱいタレを入れました。めっちゃうまそう、これ。え、何からいこうかな。私、お稲荷も大好き、エビ天ぷらも大好き、うどんも大好き、こういうなんか脂っぽいやばいやつも大好き、あと肉も大好き。マジうまい、これめちゃめちゃ美味しい。本当に食べてみ、超柔らかい。食べたことあるって。私はない。これ松江より柔らかいよ、うん、松江の3倍ぐらい柔らかさ。入れすぎやろ、口に。じゃあ、お稲荷いきますよ。お稲荷大好き、めっちゃ美味しい。私の大好きなエビ天ぷら行きます。ポン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 。最高。もうね、私たちは食べるときはだいたいいつも10分以内で終わらせるね。早い。早弁勉強したライブで。今から何をするんでしょうか。イケアに行きます。今からイケアに行きます。何を見るんですか。何を見る。何を買う。ベッドをビッグベッドとビッグマットレスと枕あと布団カバー。実はですね、これを全部 YouTube の収入、YouTube からもらったお金で買います。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんいつもご視聴いただいて。皆さんのベッドです。右折禁止だから。どうなんこのベッド。柔らかい。高い。うわ、皆さんもう完璧なサイズを見つけましたよ。クイーンサイズ、これが好き。ガキやん。それスノボ、スノボじゃないわ。マットレス。重いよな。最近ジム行ってないし。これすげえ楽しいわ。でここ誰もおらん。こっちに行くね。うわあ、ロケットみたいこれ。ドド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 ド。やばいやばいやばい、フリーだ。フリーだった。子供が見とるって。降りろ。じゃあ降りるか。え、このチーズケーキもうまそう。これもうまそう。あれくどい。最近嫌いに。ラズベリーソーダを買いました。あとは何、これチョコレートバナナケーキかな。もうなんかね、まだお腹が空いてない。そんなに家帰ったらちゃんとしたもの食べたい。家に戻ってきまして、まだカオスの状態でね、出すともうやばくて、荷物多すぎるやろ。何？荷物多すぎる。俺の2倍くらい。荷物多すぎるの？俺の2倍？ 3 倍じゃない？それこれを食べて、私はクッキングしたよ。調理した。
もうお風呂行って寝るんですよね。今日はこんな感じで、皆さんチャンネル登録とインスタフォロー、いいね、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。